はい、本当に苦しい展開の中、前半後半終盤まで無失点に抑えたこと、もちろんゴールは奪いたかったですけれども、やはり無失点に抑えたことが、最終的にこういう結果につながったと思ってます。今までですと、どこかで耐えきれず失点してしまった、そういう場面でやはりゴール前で体張れた、全員の連携の部分というのはだいぶ高まってきたと思ってます。欲を言えばやはり奪ったボールをもう少し、自分たちのボールにしていきたい、今は、なかなか、実現できてないですけれども、そこに向けてまたしっかりと調整して次のゲームに臨んでいきたいと思ってます。以上です。最終ラインももちろんなんですけど、まず全体がコンパクトに守備をできた、それはフォワードの選手も含めて、3ラインで守備をできたということがまず一つ、それから、相手のロングボールに対してセカンドボールを拾えた、さらにクロスに対してマークを徹底できた、セカンドボールも、拾えた、最後はシュートを打たれる場面でコースに体を入れて自分の体にこう当てることができた、そういう意味ではゴールを守るために必要な要素というのを、ここ何試合か継続してできている、それを、今日のゲームもしっかりとやれた、そこが一番評価できるところだと思ってます。いや、もうこれは彼が来た時から続いてますけど、やはりもうどのプレーも 100% に臨むことができる、自分の持っている力を、今日も最後釣りながらゴールしましたけれども、そこまで、本当に我慢強くプレーしながら、自分の力を出すことができるというところがやはり彼の一番の良さだと思ってます。技術もありますし、背後の飛び出しもある、守備も一生懸命やる、そういう意味では必要な要素を非常に、効果的に出してくれたなというふうに思ってます。はい、彼今年のその成長としては彼の成長が非常に大きくて、本来ボランチの選手ではないのですが、チーム事情で、ゲームを少し作ってもらうと、もう一つ前で使いたい、そういうイメージを持ちつつ、効果的にやはり攻撃のところでは機能している選手だと思います。守備もここ最近我慢強くできるようになり、本当に成長したなというふうに感じてます。そうですね、相手を剥がすというか、パスだけじゃなくドリブルももちろん効果的に使えますし、こう相手の背後にこう侵入するプレーというのは彼の今特徴なんで、どうしてもこうパスでイメージ持ちがちだけど、ドリブルも彼の武器になってきた、そういう印象を持ってます。